ただいまより男子団体ブロンズメダルマッチの選手紹介を行います。向かいまして七的愛知県東海高等学校幅健斗選手、清水大河選手、武藤弘樹選手、予選順位1位からの勝ち上がりです。対します八的、埼玉県大宮開成高等学校大川紀明選手、鈴木大成選手、佐藤雄介選手、予選順位10位からの勝ち上がりです。ラインジャッジは山手審判員です。先行は七的東海高等学校です。それでは選手は準備をしてください。それではただいまより平成27年度全国高等学校総合体育大会アーチェリー競技大会高円宮支配第48回全国高等学校アーチェリー選手権大会男子団体ブロンズメダルマッチを開始します。第1セット、8点、7点。10点。8点。10点。9点。10点。
7点。10点。10点。第2セット8点。10点。
9点。8点。9点。8点。7点。10点 X です。10点。7点。9点。第2セットが終了しております。東海高校50点、大宮開成高校52点、お互いに、素晴らしい高得点を取っております。第2セットの得点が表示されました。東海高校50点、大宮開成高校は53点でした。大宮開成高校4ポイントアップで第3セットに入ります。先攻は東海高校となります。第3セット
6点。10点。8点。9点に近い8点です。9点。7点。8点。6点。
範囲が決したようです。皆様来年度にご注目ください。ご覧の通り第3セット東海高校45点大宮開成高校49点2ポイントを加算し6対0で大宮開成高校ブロンズメダル獲得です。おめでとうございました。敗れましたが東海高校素晴らしい戦いでした。東海高校にも温かい拍手をお願いします。